今も言ったように、遺跡発掘の任務を放棄して協調を乱す者は直ちにその身柄を宿舎に置いて監禁することとする。探し当然やった。連合軍艦隊の壊滅を防いでやるんだからな。財宝の分け前なら心配ない。ゼノはその点信用できるからね。こんばんは、木村奈穂子です。今夜はオフサイド7、第二次大戦末期のエーゲ海のある島を舞台にしました超大作戦争アクションなんです。戦略の拠点となるこの島をめぐって、ナチスドイツとレジスタンスがいかなる攻防戦を繰り広げていくのか、さらにこの映画の移植のポイントになりますのは、島のある古代美術財宝を狙うというアドベンチャーものとしても展開していくところなんですね。紺碧のギリシャの海を背景にして展開します壮大なスケールの大作戦とは一体。ロジャー・ムア、テリー・サバラス、エリオット・グールド、デビッド・ニーブン、クラウディア・カルディナーレ出演、そしてカサンドラ・クロス、ランボー異界の脱出の監督ジョージ・P・コスマトスが自ら原作を手掛けました戦争アクションアドベンチャーオフサイド7、今夜もごゆっくりご覧ください。いかがでしたか。戦争対策にしましては意外にノリが軽くて、めっぽう明るいタッチの移植作になりました。これはジャズファンでハリウッドに憧れているというヘクトー少佐に、あのロジャー・ムアを起用したということでも想像がつくことだったんですが、まあ、そんなところから劇画タッチの要素も生まれてきたわけなんですよね。ちなみにこの制作をしましたのがデビッド・ニーブンの息子デビッド・ニーブン・ジュニアなんですが、ベテラン対策監督ジョージ・P・コスマトス監督と、若きプロデューサーの遊び感覚が非常にうまくドッキングしていたと思います。さて、この映画が公開されました79年、ロジャー・ムアは007シリーズのムーンレイカーで第11作目を迎えていたんですが、ボンドのスマートでにやけたイメージとちょっと共通するところがありましたよね。まあ、本人としましてはドイツ語名前の英語をしゃべるのが難しかったと言っています。ところで皆さんはお気づきになりましたでしょうか。あのウィリアム・ホールデンが第17捕虜収容所と全く同じスタイルで登場したところ、なかなか粋な計らいでしたね。あなたのハートには何が残りましたか。では次週の作品です。